品番が 6161C のポコポコ素材カラーカーディガンです。お湯は今私が着てるのがイエロー、そしてブラック、そしてアイボリーの3色展開で、お値段税込み4790円でございます。はい、ではおすすめポイントをご紹介させていただこうと思うんですけど、まあ、今年トレンドでね、今年旬の襟付きトップスにカーディガンが登場いたしました。で、名前になってるようにこんな感じで素材がね、表面がポコポコしてます。かわいいですよね。そうそう、ワッフル素材になってるので、まあカジュアルにデニムとかそういうパンツも合いますし、でももちろんこのね、縁がメロンになってるので、フリルになってるので、あのガーリーなコーデ、スカートとかなんかキャミワンピースとかにもいろいろ合わせていただきやすいトップスになってます。すごい甘すぎはならないので、そう、皆さん幅広い年代の方に使っていただきやすいかなと思います。で、結構まあサイズ感はコンパクトですね。まあ、私の身長でちょっと骨盤ちょい下ぐらいかな。めちゃめちゃショート丈ではないので、まあ万歳してもおへそが見える感じはしないので、ボトムとか何でも合いやすいかなと思います。で、まあ素材がね、ワッフルなので、今からの時期にすごい重宝すると思います。夏とかもすごい涼しいですし、そのね、あの分厚くもないのですごい涼しいと思いますし、汗染みとかもそこまで気にならないんじゃないかなと思います。はい、そう、あの何も気にせず着ていただけると思います。今私ボタンを閉めてトップスで着てるんですけど、名前の通りカーディガンでも着ていただけるので、あの全部ボタンを開けてカーディガンとかでも着ていただけるので、いろいろ着回しがしていただけるトップスになっております。です、うん、なんか今私これね、来週発売のパンツをあのちょっと先出しで持ってきたんですけど、こんな感じでゆるっとリラクシーな感じでコーディネート組んでもらっても可愛いかなと思います。で、これにスニーカーだとなんかすごいリラックスすぎるので、あえてこういうね、ヒールのあるサンダルを履いてもらったら、あの抜け感がプラスされるかなと思うので、このコーディネートもおすすめでございます。アハルさん、ちらっと見えるピンクのミュールが可愛すぎます。これね、あ、多分飛べてる。グリーンと3色展開なんですけど、このトップスを次にご紹介します。はい、アヒロさん、ポコポコ素材、暑くても肌にピタッとならないところが好き。確かにね、そう、 T シャツとかやったら汗かくとなんか結構ベタベタしちゃうんですけど、やっぱね、こういうワッフル系ってすごい涼しいですし、結構あの乾くのも早い方だと思うので、今からの時期にすごい重宝すると思います。まあ、インナーはね、やっぱちょっと若干透けちゃうので、インナーは必須になるんですけど、シアーほど透け透けではないので、まあ、そこまでなんかシアー感とか透け感は気にしなくてもいいかなと思います。うん、です。ちょっと前も開けてみましょうか。よいしょ。今ね、私なんかあのさっきのこのアメリカンのタンクトップを着てるんですけど、これともすごい相性いいと思います。前開けたらこんな感じです。また雰囲気変わりますよね。よりラフな印象になるかなと思うので、こんな感じで前開けて着ていただいても可愛いアイテムになってます。はい、じゃあちょっとあのね、私がすごいおすすめのコーディネートがあるので、ちょっと着替えてこようかなと思います。はい、でちょっとあのおすすめコーデに着替えてまいりますので、少々お待ちください。はい、もちろんデニムとかでもね、可愛いんですけど、ちょっとすごいおすすめなんで、これは朝倉さん、そのネックレス去年夏ほぼ毎日着てました。ありがとうございます。そろそろ首元を出す季節が来るので、今年もたくさん使わせても、もちろんです、ありがとうございます。そう、去年もね、結構これ使いやすいですよね。なんか長さもちょうどよくて、長すぎず短すぎず、しかもあのこのネックレス、輪っかに通すだけやからめちゃめちゃ楽なんですよ、着脱が。そのから本当おすすめなので、あの狙ってる方は今週日曜日再販なので頑張ってください。はい、結構数に限りはありますので、皆さん7時にスタンバっていただいた方がいいと思います。
しょ。まあ、もしね今回さ、完売してもしかしたらもう1回ぐらい再販あるかもしれないんですけど、もしかしたらない可能性もありますので、あの本当狙ってる方は7時に頑張ってください。私は応援してます。よいしょ。あはるさん、通気性が良さそうで夏でも着やすそうですね。そうですね、本当夏でもこれは着やすいトップスですね。しかもなんかすごいトレンド感もめちゃめちゃあるわけじゃないので、トレンドに左右されず着ていただけると思います。しかも羽織でも使えるし、トップスでも使えるし、いろいろね着回しもしていただけると思います。よいしょ。はい、お待たせしました。これが私のおすすめコーデです。めちゃ可愛くないですか。今ご紹介してたこのポコポコ素材のトップスに、このイズシー大人気のキーネックワンピース、昨日再販しました。6月中旬予約なんですけど、多分届く頃には半袖で着ていただけると思うので、しかもこれね、あのすごいめちゃめちゃ夏素材っていうわけじゃないので、秋とかまで使っていただけるので、皆さんぜひこの機会にゲットしてください。このね、あのコーディネートが可愛くて、さっきあのハラちゃんとあの一緒にコーデを組んでたんですけど、え、めっちゃ可愛いねってなったコーデです。絶対ライブでやろうと思って、めっちゃおすすめです。はい、中今私ベージュのワンピなんですけど、中を全然イエローにしてもらっても可愛いですし、全然あのこのアイボリーでも可愛いですし、黒とかでも可愛いと思います。はい、あやこさん、アビスリ着るときってチューブトップがいいかなと思うけど、チューブトップ、胸の周りにくるゴムとかとても苦手で、ああ、アメスリもカップ付きだから、あ、確かにそうですね。あんまりね、アメスリタイプのカップ付きってないですもんね。そうですね、まあでもやっぱチューブトップの方が紐がね、見えないので、ちょっとまた、バイヤーさんに聞いてみます、そういうものがないか。でもチューブトップがおすすめですね。あ、なおさん、イズシーのアクセサリー、めっちゃ可愛いからお気に入りでありがとうございます。イヤカフとかもね、めっちゃ可愛いのでね、たくさんつけてください。ありがとうございます。あひろさん、オリジナルワンピーマジいいね。いいですよね。可愛いですよね。すごい、あのこの襟がね、なんかビッグ襟じゃないとかがまた可愛いかも。すごいあのコンパクトなのでサイズ感的に。でもここから見えてもなんかやっぱメロンも可愛いですし、このねキーネックからボタンが見えても同色のボタンなのでそんなにガチャガチャしないというか。ぜひこのワンピースをゲットされた方は。すごいおすすめのコーディネートなので、よかったらしてみてください。あ、可愛いってありがとうございます。お、ワンピ合いますね。もうすぐ届くので合わせて買おうかな。めっちゃおすすめです。インナーでも可愛いし、もちろんトップス使いでもできるし、カーディガンでもできるし、なんかもしキャミワンピースとかサロペットとか、あの何でも合うと思います。すごいデザインはね、ほんとシンプルなので、何でも合うと思います。です。あ、可愛い、合いますね。ひとみさんもありがとうございます。そう、めちゃめちゃ、めちゃめちゃおすすめのコーディネートで、ちょっと大人っぽくなりますよね。なんか高見えというか、はい。また雰囲気が、このキーネックのワンピースの雰囲気が変わるかなと思うので、これにグルカとかでも可愛いですし、ぜひおすすめのコーデなんでしてみてください。じゃあ、大丈夫そう。